ススプスハンダ女子スコティッシュオープン最終日、現地時間18日、首位に7打差の通算5アンダー8位タイで臨んだ震えは、風が強く冷え込むコンディションの中、1番で2.5メートルを沈めるバーディー発進。追撃を開始した、10番で2メートル、13番でも上から2メートルを沈めて通算8アンダー。首位はキープしつつも足踏み気味のローレン・コフリン、コメ。 それに続くエスターヘンゼライト、ドク、ニセマル。パーゴの14番では第3打をバックスピンでピンカミ30センチにつけ、この日4つ目のバーディー。通算9アンダーまでスコアを伸ばした。しかし、ここから伸び悩んでしまう。チャンスはあるものの決めきれないままスコアカード通りのゴルフを続け、パーゴの18番もチャンスが決まらずパー止まり。通算9アンダーは、 再三のピンチを乗り越えて最後バーディーで締めたコフリンの通算15アンダーには手が届かなかった。11アンダー2位のヘンゼライトにも2打及ばず、3位タイに終わった。今日も昨日より風が強い中、ノーボギーで上がれていいゴルフができました。バーディーチャンスを入れなくちゃいけなかったんだけど、と悔やむ。それでも、風にはぼちぼちうまく対応できたかなと笑顔で話すのは、 手応えを感じた4日間だったからだろう。次週は今季最後となるメジャー5戦目、AIG 全英女子オープン22から25日、スコットランドセントアンドリュースオールドコース、アムンディエビアン選手権でメジャー初優勝を飾った古江にとっては、メジャーで連勝する大きなチャンスでもある。その前哨戦は、大舞台に向けた貴重な経験の場となった。今週の 風の経験は大きいので、うまくまたできたらいいなと、静かに闘志を燃やしている。畑岡奈紗はコフリンの歓喜を18番グリーンサイドで見守った。エビアンでフルエと優勝争いをし、CPKC オープンでの米ツアー初優勝で自信をつけての2勝目。畑岡とはキャディ同士が仲がいいという縁もあっての祝福だ。畑岡自身は3バーディー、3ボギーで通算1アンダー15位タイ。 今週はパー5で伸ばせなかったのが、最後、18番が取れてよかったと白い歯を見せる。東京に続く出場を狙ったパリボリンには、代表争いのさなかに失格したこともあって出場できなかった。優勝を目標に掲げ続けるメジャーでも、2戦続けて予選落ち。しばらく試合から離れていたが、最後のメジャーに照準をピタリと合わせてきた。 その自信が明るい表情に現れている。前衛に向けて、前後の距離は合わせられたので、左右を合わせられればと思っています。いつものように、いい準備をして頑張りたいと、自然体で臨むつもりだ。勝南は通算7オーバー48位タイ、西郷真央は通算8オーバー57位タイで大会を終えている。急遽スポンサー推薦で出場した原恵梨香は予選落ち。 西村ゆなも同じく予選落ちを喫した、渋野ひな子は初日部ホール目のティーショットを打った後、左の股関節かお尻、渋野の痛みで危険しており、2019年以来の2勝目がかかる前衛に向けて全力で治療と調整をしている。古江彩香、古江彩香、2000年生まれ、兵庫出身、19年、富士通レディースでツアー史上7人目の雨優勝を達成してプロ転校。 20年にプロ初勝利を飾り、2021シーズンはトータル6勝で賞金ランキング2位と躍進した。22年からは米女子ツアーを主戦場にして22年に同ツアー初優勝。同年は国内ツアーでも、富士通レディースで連覇と大会3勝目を挙げた。24年米女子ツアーアムンディエビアン選手権で悲願のメジャー制覇。日本8勝、米国2勝。